東南アジア5カ国歴訪の田中首相は1月11日3番目の訪問国シンガポールに到着。リー・クアンユー首相やラジャラトナム外相らの出迎えを受けた。シンガポールの街並みはタバコの吸い殻を落としても罰金を取られるためかとても綺麗だ。今高層団地の建設も盛んで住宅の環境整備が進められている。翌12日田中首相はイスタナ大統領官邸にシアズ大統領を訪問。シンガポールでの公式行事を終えて次の訪問国マレーシアに向かった。シンガポールと並んで静かに田中首相を迎えたマレーシア。1月14日開かれたラザク首相との会談では日本からの経済協力問題にほとんど集中。日本がマレーシアに第3次円借款を供与することで合意を見た。田中首相はこの日の午後7時45分、最後の訪問国インドネシアの首都ジャカルタに到着。空港ではスハルト大統領、マリク外相らインドネシア指導者の出迎えを受けた。翌16日、田中首相は首脳会談に先立ち、ムルデカ宮殿にスハルト大統領を訪ね、首相の著書「日本列島改造論」を送った。それに対し、スハルト大統領から田中首相の肖像画が贈られた。スハルト大統領との会談は軍隊の厳重な警備の下で行われた。この日ジャカルタ市内は反日を叫ぶデモ隊で埋まった。インドネシアではここ数年日本の企業の投資が急激に増え、合弁会社の設立が目立っている。彼らは口々に経済侵略者日本と罵る。1万人にも達したデモ隊や群衆、治安に当たる軍隊、衝突はあちこちで起き、8人の死者を出すにまで至った。暴動のように荒れ狂い、日本製の車両も次々に焼かれた。インドネシア政府は9年ぶりに夜間外出禁止令を発表。日本大使館でも国旗を引き下ろされ、窓ガラスが破られた。一夜明けたジャカルタ市内、焼き打ちにあったトヨタ系合弁会社のビルが騒動の凄さを物語る。最後の訪問国で見た日本の反応、決してインドネシアだけでのことではない。1月17日帰国した田中首相は翌18日記者会見に臨んだ。まあアロハを着て裸足で歩きとは言わんがね、裸足に草履ぐらいその引っ掛けて付き合ってくれると非常にいいんですがなと。これはもうどこの国にでも出た言葉であります。もう一つは日本人は非常に閉鎖的だ、率直に申し上げて、まあ現地語を勉強するということが一つあります。